に来ていてい今着いたばっかなんだけど。シゲリンこんばんは。タセくんこんばんは。えっと、スーパー、ああ、スタヒロさん、ヤホーこんばんは。パチ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 。何が何パチパチそう。やっぱりショート見えめっちゃ嬉しいやっぱショートがね、合うんだよね、私も。リょウくんお久しぶり。お久しぶり。やっとできたよ。キヨさんこんばんは。彼女とドライブデート中めちゃくちゃ羨ましい。ジュレンさん、はじめまして。 月見は姫奈です。よろしくね。初めましての方もどんどんコメントしてください。初めまして月見は姫奈です。<laughs> アプローだった。どこ、どこの空から、どこの空から、どういうこっちゃ。バランチありがとう。先行のお星様。やった,れたやったやったね。今もずっとやりたかったら、ラッパ隊長、お疲れ様。 ありがとう来てくれてユ <laughs> うヤさん初めて訪問してくれてありがとうございますよかったらコメントしてね「シゲリンじめまして嘘だね嘘つきいるねちょっとどうよシげリンあのー、そうえっとまだ見てないでしょみんな「一瞬の恋」ってあや見てくれた人もいいから「一瞬の恋」っていうえっとねもう1年以上前に撮ったんだけど実は。 えとドラマがあって、えー、と配信ドラマがあってそれが今アマゾンプライムで見られるから見てほしいんだけどだから「三国無双をやるよりも前にこの「一瞬の恋」っていう作品を撮っていたのね。でその後に「三国無双で、えー、と大西桃子ちゃんってことを共演するんだけどその「一瞬の恋」でも共演していて「あジオリエってなってるんだけど先にえっ、ー、と。 要は公の場であの公開してるっていうか見てるのはえっ、ー、と三国無双だからなんかね変な感じ <laughs> 一緒の声見てありがとう悠介くんヤッホーえみちゃんお疲れ様まーぁサーチーお疲れ様まだ見てない <laughs> 初めて来ましたえめちゃくちゃ嬉しいありがとうございます春いさんえもうどんどんコメントしてくださいもうここではね何でも何でも OK っ,って感じだから <laughs> え日々は21時に空空変化空え <laughs> 吹いた終わった一瞬の回さあ一瞬の回こんばんは風くんこんばんはじゃあマルチだマルチこんばんは久しぶりだね嬉しいそう無双の前に共演してたのあれ実は無双の半年前ぐらい結構前だったんだよねそう無双の時はあじゃあ春ぐらいだったのかなめっちゃ寒くて実はあの撮影めちゃくちゃ震えてったんだよね <laughs> 春冬か冬かな えー、ぐっちお疲れさまひむかっこいいさありがとうございます <laughs> 調子に乗りますさあ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 寄ってらっしゃい見てらっしゃい <laughs> いいだろ髪型めちゃめちゃいいと思わない今日はちゃんとみんなに口で報告したいなと思ってそのチムニーコーヒーのことについてさブログで書いてるだけじゃなかなか伝わらない部分もあると思うからちゃんと言葉にして伝えたいなと思って 今日配信しようと思ったんだけ当あやっぱねこれ日毎日配信したいわーこれいいわー最高だわーえおつレボちゃん、おつおつ,つおつかれさま愛い,いありがとうのボブちゃありがとうふうくんもありがとうドラさん、ま、もありがとうね毎日結婚してごめんなさいえー、っと <laughs> あ,ありがとうふうくんありがとうしょとくんありがとうねヒーローさんヤッホーお疲れ様ですえー、よかったら初訪問の人みんなコメントしててねあやっぱりやなのやねめっちゃ可愛いめっちゃ嬉しいへーぼー 髪型いいね、かわいいありがとうそうなの初めて見てくれた人はもしかしたら知らない人もいるかもなんだけど私髪の毛をね切ったんですよキュイーンってなってるキュイーンってさっきまで耳かけちゃったからこの髪型のいいところはさこうやって下ろすとさ女の子っぽいじゃんまだなんか丸くてけどこれかけるとすっげえベリーショートになるのわかるこれかけてこうするとめっちゃベリーショートになってめちゃめちゃかっこいい感じになるんだどうショート似合うなでしょ 世界一ショートが似合うと言っとく女 <laughs> 子乗ってるごはの人本当に一般会社になるのかと思った <laughs> あえでも何かそのなんだろうなあんまりそここだわっていなくてえっ、ー、と契約のな,なんていうんだろうなこの立場とかえー、この立場が大事か立場じゃなくてなんていうの あアルバイトだからとか社員だからとかいやあんまり気にしていない部分はあってうんシミュニコーヒーのスタッフですって感じ世界一ありがとうございますみくさんこんばんはみくでーすありがとうもっと短くても嬉しい短くてもありがとうしんりさんありがとう寝坊って言ってるめい <laughs> ちゃんごめんなさいってことで世界一ショートにありがとうございます ももちゃんもね、そうももちゃんめちゃめちゃ似合うんだよなそれで言うと茂にいるのに言っちゃったぜって思ったそうで今何分30分ぐらいで終わらなきゃいけないからちょっと時計を持ってこようパソコン時計発見したそう<お>オッケーそうもうみんなお揃いですか じゃあ私から報告さっていうかまあブログに書いた通りえお、ー、りチムニーコーヒーの一員としてちゃんと本格的にそのなんだろうな、まあ、関わらせていただくことになりました。で実は、えー、とちょっと前からあのねこれは、えー、となんだろうな、まあえー、言えなかったのには、まあ、理由があるんだけどいつからかなそれこそ無双ぐらいの時かな。 からえっとちょこちょこあの手伝わせてもらっていたのねでえー、っと本格的にチムニーコーヒーとしてその目指すちょだよ、ね、みんなおいしい。 ちょっとね、コメントがね見えなくての私のやつだとちっこくてよいしょよいしょちょっと待ってねみんなえいえい,いやいやははオッケー総理総理お待たせしましたえっ、ー、と 1000ZXL さんよかったらコメントしてねやってただそうそうそうえっ、ー、とああ ちゃんお疲れ様ホテルですがそうちょっと今日仕事でね「心霊さんハンツホーンありがとう」って言ったねさっきねえっとえー YouTube で三栄ダンス踊ってたえーそうなんだ驚くかなめススそめそだけどなぜかしえー、なんでえでも姫もねあのねショールーム入れないことあんのよそう入れなかったんだよねここ最近何でやってなかったって入れなかったのショールームに。 もうなんかログインでできませんんしたみたみいななんかあの締め出されてますみたいな感じに一時期なっちゃっててなかなか安心できなかったんだけどまあよかったそう時間は一生さんよかったらコメントしてってねえー、っと最近ちむ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 いてるけどこういう冷やさんだったらばーるた吹いたえー、ふくあ寒い部屋の中寒いそうそうそうあそうで、ね、あのお話しするねなんかえっとですねあそうで、ね えっと、携わらせてていいただいてただのじゃあ具体的に何をしていたかっていうあでもえまずそのチムニーコーヒーさんのその何だろうな一緒にこう頑張っていきたいなっていうふうに思った理由は目指してる先がめちゃくちゃこう優しいなって思ったのすっごく素敵だなと思っていてそれは本当にずっとツイートしたりとかあの本当にチムニーコーヒー死ぬほど好きだったから。 あのマジリチムニコーヒーばっか言ってたしこれはえっ、ー、といい意味ですごく会社にの会社のっていうかんだろうな、えー、スタッフさんたちのファンになったのよなんかめちゃくちゃ好きだと思ったの,こ,のこんな環境でこの人たちと一緒に何かを目指せるのってめちゃめちゃ、えー、私の今後の人生にとって、えー、めちゃくちゃ前向きだなって思ったのね。で まあ、携わらせていただくことになるんだけどとはいえ私って、えー、とできることがないわけよだって別に社会人としてなんかやってたわけでもないしそのなかなかできることが少ない中で一つだけできることがあったのそれはずっとずっとやり続けてきた SNS だったのねだから、えー、とインスタグラム「あのはい私インスタグラムならできます」みたいな。 はいいみたいな感じので SNS チムニーコーヒーの思いとか優しいのをどう言葉に乗せてどうこのしていったら、えー、よりよく人に伝わるんだろうかっていうのをすごくすごく考えながら SNS をこうやっていたりとかはしていたのまずは。なんだけどあるきっかけがあって。 えーとアパレルを任せていただくっていう話になった時にこれはもうちゃんとそのもちろんあの社長、えー、代表の米君があの私に「任せた!」って言ってくれてなんかもちろん責任を持ってちゃんとやらなきゃいけないなっていうのがあって、えー、あとなんかこうちゃんと。 うんみんなに言葉にして、えー、私がやっていることを話したいなって思ったのねだから、えー、とこの5月のあああ事務所の方ともお話をしてちゃんとチムニューコーヒーの一員ですよっていうことをあの話してもいいよっていうふうに言ってくださってもうすっごくすっごく感謝しているんだけどっていうことがあってちゃんとあの報告をさせていただきました。 きよさんのこの何の会社なのっていう話で言うと、えっと、そもそもあのはチムニーコーヒーっていう会社なんだけどそのなんだろうえチ、ー、ムニーコーヒーっていう会社なんだけどえっとコーヒー屋さんだけじゃないっていうかチ、まあ、ムニーコーヒーっていう会社の中でコーヒー事業があったりとか。 まあカフェ事業があったりとか、まあ卸事業業があったりとか、まあアパレル事業があったりとか、あのチムニーコーヒーっていう箱であのいろんな事業をやっている会社なんだけど、そうそれかな。<laughs> え嬉しい。待って一回コメント今ね。まちゃんまちゃんまちゃんまやおやお。うんんんんんんんうん。うんうん、さんお疲れ様です。でもしょうからどうもなさいうそんなことなのにちゃんと あのお話ししてえっといいよっていう風になってくれたからめちゃくちゃ感謝してる本当に感謝してるチムニーの服がサルの服になっちゃうだからそうホワイトモンキーはホワイトモンキーまた別これは私個人のものだから、えっと、もちろん全然やっていくつもりだしあれは寝室気物だからまあまあ待ってたよでチムニーコーヒーのアパレルはアパレルこっちはこっちでなんだろうな 私の思っっている世界だったりとかこういう自分でありたいみたいなものをあの本気で目指している会社だったからなんか私個人の力じゃ限界が一、ね、人でも多くの人を笑顔にしたいとか一人でも多くの人の頑張るあの人の背中を押したいとかっていう風に思っていたんだけど。 それって私個人だけの力じゃ限界があるでも会社として本気でそこを目指している姿を私は見たからここだったら一人でも多くの人にそうやって揺れそうことができるのかもしれないって思ったのだからチムニーコーヒーであのちゃんと働いてるっていうことをちゃんと言ってる言いたいなと思って言ったんだけど そう何の話からその話なんだか分かんなくなっちゃった鼻かゆう <laughs> あ,あそうそうであの洋服そうチムニーコーヒーのアパレルで言うとえっ、ー、とまあホワイトモンキーは寝室鬼没なかなかあの見られないあの白い猿って本当にめちゃめちゃ寝室鬼没でなかなか見られないのねただ 白いいを見るると幸せになるっててて言われていてこの洋服あの本当になかなか見られない洋服そんな神出鬼没ですごいあの幸せになるなんて言われてる猿のその思いを身にまとうことで今日も頑張ろうって思ってくれるようなアパレル作りたいと思ってホワイトモンキーはやってるんだけどこのチムニーコーヒーの方もえっ、ー、とは、えー、どういうコンセプトでやってるかっていうとまあ頑張る人が着る服。 頑張るる人が着る服それは例えばそのカフェの方はコンセプトが「頑張るあなたに小さな一息を」っていうコンセプトがあるんだけどこの,頑張るあのカフェはその頑張る人が来てでコーヒーとかをあの美味しいパンを食べてほっと一息ついて「よし頑張ろう」って「もう一回頑張ろう」ってあのそっと背中を押せるような空間を作っているのがカフェなんだけど。 アパレルはそんな頑張る人が着る服みたいな洋服を作れたらいいなって思ってだからまあこれはどんなデザインになってるかとかっていうのはもうほんとめちゃめちゃ考えてあの作っているから今すごいせ頑張ってっててかないか制作中だからこれをができた時にこれはこういう思いでこういうふうに作ってるんだよっていう話をしようと思っているんだけどま,あまずは今作っているんだけどで、えー、とそんな頑張るひ人が着る服を 来てその思いを身にまとってなんか誰かの,あの背中をそっと押せるような寄り添えるような洋服を作りたいなって思って今チムニーコーヒーとしてのアパレルはアパレルブランドは動いてますでそれを、えー、なんだろうなプロデュースさせていただいてるっていうのかななんていうのディレクションさせていただいてるのかな。でえー、と チーム私だけじゃもちろん洋服は作れないからあのチームがの,あの人たちがいるんだけどもその人たちが噛みすぎてまず一回コメント読むね <laughs> ドエムグザイムヒアパレルあるのそうそう,そうアパレルあるのよコーヒー豆買い付けに海外行ってくたのがいいねそれで言うとラオスだからラオスのあのね豆を。 あの使っていいるんだけど、まあ、その話もまたしたしコーヒー屋さんになるってこといやもうコーヒー屋さんにはならないのだからそれでいうとチムニーコーヒーはコーヒー屋さんではあるんだけどコーヒー屋さんではないみたいなイメージあくまでもチムニーコーヒーっていう会社っていう箱会社名であってそこで頑張る人を応援するとかっていう会社そんな会社だと思ってます <laughs> チムニーモンキーになった そうブランド名でもあるのかそう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 ペテルギウスさんこんにちはよかったらコメントしてねちいいコーヒー <laughs> いいね、えー、とホワイトモンキーはまた何か作りますかまあ楽しみにしててよ待ってくしゃみ一輪こんばんはああ虹色唐辛子さん久しぶりこんばんは一輪こんばんはちなみに YouTube 担当月宮さんですねおめでとうございますありがとうございます ひめ <laughs> オリジナルブレンドコーヒー素材最高かよ久しぶりのいやあほうりゅうきお疲れ様どうえっ、ー、とえ誕生日誕生日が昨日だっけあれ今日今日昨日おめでとう栃木に来てる人いないから自分だけうん <laughs> そうなのその服ワークマンに置いてないですすごく忙しいそうなのまあまずありがとう体調に気をつけて頑張ります料き遅刻って言われてる <laughs> パンは毎日店に送られてくるのえっ、ー、とねそれで言うとあの 私はパンのパンじゃえっ、ー、とね、カフェの方は完全にその、えっ、ー、と、チームリーダーのさやちゃんって子がいるんだけど、さやちゃんにお任せしているから、めちゃめちゃ詳しく全部知ってる、把握してるってことではないんだけど、パンは毎日、えー、と焼きたてをご用意してます。チムニーコーヒーの,あのパンは、えー、お店で毎朝焼いて提供してるから、えー、これはね、あのね、まっちゃん、これマジで美味しいの。パンに関して言うと。 いいやいやコーヒーも死うびしいんだけどっていうか全て最高なんだけどこれねほんとなのあの騙されたと思ってチムニーコーヒーのパンもフィナンシェもコーヒーも飲んでほしい食べてほしいめちゃめちゃいいよ <laughs> ブラジル遠征、えー、専門学校女子応援女子と何話すめないえー、何最近好きなのとかじゃないファミリー家族が好きなんだけどさやばいやばいあと10分あと10分で終わるねブラジル遠征終わるだコロンビア <laughs> えーっと <laughs> いろんなどこまでっんた「<laughs> 姫を笑ってやる」いてやばすぎるでしょいろんなことに挑戦させてくれる歌手なのでいや本当にそう本当にめちゃめちゃ感謝してるふうかくんやっほーめいち何これ何これ何これ月見は顔はい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 昨日おめでとう本当におめでとう ビッ,クリビッグツリーでコーヒーを売るビッグツリーって何あせ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 ふふふふスパイファミリーだスパイ家族っていつも言っちゃうんだよねいやそう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 山形のパン屋さんのパンそう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 なのそうなのゆきみちゃんめおてつ <laughs> そうそうそうなんかねえっとニーナさん山形のパンの屋さんのニーナさんのパン どこカフェあるのえっ、ー、とね渋谷の桜ヶ丘町ってところなんだけどあの高速を渡ったとこ渡った方にあるとこなんだけどイメージつくかな渋谷にあるめっちゃ行きたいぜひ来てほしいいや花粉なのそうヤッホー龍くんあれなんかさっき黒輔がさキャップ作ってほしいみたいな話してたよねまあまあまあ待ってよ待ってよちょっと似合うな美人ありがとうございますフフチブニーコーヒーのキッチンカー作って全国回ろうそれで言うとえっ、ー、とやるのよ すごいパスをあのなんか松地が流して流してってか、えー、と私にパスしてくれたんだけど実は移動販売車でえっ、ー、と今年の7月か7月から、えー、と全国に十二回っていきます12月までの半年間かな7 8 9十1 1うん全国を回りますそして私も行きます アパレルを売りますコーヒーじゃないんかいっていう。<laughs> コーヒーじゃないんかいって。そうそう。アパレル、洋服を売ります。私も行きます。なので、で、あの、そう。会えるかも。本当に私に会えるかも。各県、初めて私の方からみんなに会いに行きます。じゃあ、ぜひ来てね。チチチありがとう。やっちー。はじめまして。えはじめまして。何を言っているんだい <laughs> それで YouTube 撮影するんですけそう、先生、笑った。ふ <laughs> ふ。キムるーくるー。名古屋に来るときは、来てね。ふふふふ。 姫に会いたいたぜひコーヒーも売るんでしょいやコーヒーはねえっ、ー、と実は売らないの本当に洋服しか売らないの年えっ、ー、と俺 <laughs> に違う内側の受けてないもの人間ちゃうからビッグ3あクリモンのねビッグツリーねなるほどね舞台のね最高だね会いたいよってふうんしシバチバチ,バチお姫に会えるかも会えるかもよまさち会いたい会いたい会いたいやだねまさち いいいいたたいねねゃんも会いたいね各県そう各県もある全都道府県47都道府県ただ,だ、えー、とこれは、えー、とちゃんと把く吐くっていうかみんなに伝えておきたいんだけど役者の仕事も続けます役者の仕事も続けるますでえっ、ー、とチムニーコーヒーとしての仕事は絶対にあのちゃんとやりたいから、えー、と私も47都道府県全部回るつもりでいるんだけど。 万が一千が一億が一何があるか分かんないから役者の仕事とかもあるし別の仕事もあるからだから全都道府県私が行くとは私自身はちょっとまだまだ分かんないから言えないんだけどけど、えー、とチムニーコーヒーとしては全都道府県もありますだから私が作った洋服私たちチームで作った洋服は絶対各都道府県全都道府県に届くからそれは本当に楽しみにしててほしい。 しててい君会いいいく会に来てくださいめっちゃくちゃ嬉しい勘違いしてコーヒー買いに来るんじゃないのふいたであなるねよみんながね確かにその勘違いが起きないようにすごいすごいこうみんすごい何発はするしてるんだけどそうなんですだからそのアパレル担当としてはチムニーコーヒーって アパレルのお店だよねって <laughs> 言われるぐらいちゃんとアパレルのあーアパレルブランドにしたいなって本当に思ってるチムニーコーヒーコーヒーっていうか書いてるけど誰もがチムニーコーヒーってアパレルのお店でしょってなれるぐらいのアパレルのブランドにしたい <laughs> 勘違いしていた会いに行くあけじゃ ほんとにめさめさちいかのあのなに、もう大好きすぎてえっ、ー、とあのお子さんの動画を娘さんの動画を私は一生見てニヤニヤしてるからコーヒーちゃんかいひめ <laughs> ちゃんや、ね、からひめにも絶対会えると思うよひめの愛情たっぷりコーヒー <laughs> ちょっと待ってこの <laughs> えっといつもあるかはまたお知らせもちろんえっと えー、これはまだ作ってないからあれなんだけどこれ思惑の話だからまだあの今ここにいる人だけにしかし言わないからあのラッキーだよっていうことで <laughs>、えっと、移動販売、えー、アパレル専用のアカウントを作ろうと思っているからそこであのちゃんとここに行くよあそこに行くよっていうのをあの発信できたらいいなって思ってるよ。からちょっと待っててね。 役者続けるのしたもちろん <laughs> ありがとう役者の仕事も続けますもちろんもちろんチーム B じゃんえっとあなたは今日でんうんう新潟は姫樹で頑張ります行きたい新潟行ったことないもう47都道府県全部今年は回るのがすごい目標だからワンチーム 88? んんんん 姫に来てもらえたら嬉しいな。うん行きたいねあきらちーこんばんはがっちゃんもこんばんは日ねち教えてくれるんですかもちろんですもちろんもちろん月見はなんとかのしかえ何え読めない怖い怖い、えー、にしんさん発音もありがとうございますゆうさんもよかったらコメントしてね会いたいよ会いたいね嬉しいまた送ります。ありがとうございます <laughs> どこの市に来てくれるのかなそれはお楽しみにそれはまたそうやって報告していくから楽しみにしててみいち結婚してごめんなさい えー、リュウキありがとう星さまリュウキ足りないって言っとる <laughs> 楽しみだー楽しみにしててーリュウキもお星さまありがとういエいイ,イ,エイ <laughs> ブログ書いてる途中だったんだよねブログかまだ書ききれていない人に会いたいイ何で <laughs> このテンションイエーイ会いたいイエ <laughs> も会いたいありがとうリュウキスタッフラッシュスタッフラッシュありがとうすごっいっぱいありがとう <laughs> あと5分ぐらいで終わるね でもみんななありがとうなんかさっき話してる途中でああそうそうそうもうチームが最強でさなんかホワイトモンキーに関して言うとえー、本当にほぼ一人でやっていたのねデザインも私一人でやったしその、まあ、スタッフさんにちょっと一緒に相談してと一緒に相談して、えー、と型を決めたりとかももちろんしていたんだけど基本的にはもう全部自分でやっていたからえっ、ー、とチームでこう 一個のののものを作り上げてるのね今はそしてしかもその一緒にやってくれているえっ、ー、と MD っていうなんか難しい英語2文字が出てきたなんか生産管理とかをしてくださっている、えー、俊介さんって方がいるんだけどその方はもう本当にえっ、ー、となんだろうな。 ちゃんとずとずっっアパレル業界でやってきたあの私からするとめちゃめちゃプロの人が <laughs> ちゃんと監修っていうかあやってくださっているからその辺はもちろんあの安心しているしあと工場の方との、えー、何やり取りとかも全部やってくださっているしだから私あとカンカンさんっていうデザイナーさんにも。 が, <laughs> <にも>が, <laughs> がデザインしてくださっているんだけどまあ当たり前だけど私のクオリティとはやっぱ全然違うしえ素晴らしいんですよ実はこの前サンプルが届いたんだけどいやもう興奮しすぎてえだから要は私がとあの代表のベイ君とも相談してで「私はこうしたいです」みたいなでべいに。 ここれはんああそうだ確かにあこれだみたいな感じになって <laughs> これでいきますみたいな感じになって <laughs> でえっ、ー、とその私たち私の作った思いをカンカンさんに伝えてカンカンさんが形にして出して形っていうかその絵にして出してくれてでそのイメージイメージとして出してくれてかイメージとしてカンカンさんが出してくれてでそのイメージを俊介さんが今度は形にするっていう,うめちゃめちゃおもろいの。 伝わる伝わってるかな <laughs> 伝わって伝わって <laughs> そうだからさもうぜひぜひもうこんなこんな <laughs> こんなになってるよ <laughs> ぜひみんな見てねやっぱ姫さん行やだー家族 <laughs> 販売アカウントお待ちしてます楽しみにしてて本当に楽しみにしててびっくりするぐらい,あ,いあのー、なんかあれだからあの姫ちゃんわってなってるから 言葉 <laughs> 言葉がマーチャンダイジングマーチャンダイジングわつわつわつそろそろ終わるね忙しくて演出え演出えなな,な何だよ何かこれ遠出遠出 <laughs> 難しそうだから来てくれるのめっちゃ嬉しいな会えるかな会えるよ会える来てくれたら絶対会えるもうぜひ会いに来てそうだからやっと姫が会いに行けるのよ みんなにめちゃめちゃ嬉しいこのバンチありがとうえっ、ー、と酒井師がここあそうそう大工がいないと家立たないのといやまさに本当にただの疑問なんだけどネット販売の時代になぜ効率悪いのん特別感があるじゃないですかまっちゃん限定ですよまずはまずはね最初はね今後はちゃんとその何えっ、ー、と ネットで販売するかもししれないしその辺はまだちょっと、えー、何未確定要素が多すぎるから私の方から言えないんだけど、えっとまあ、特別感とか言ってるけどまず、えっと、移動販売をやってる理由としては今まではその、まあ、チムニーコーヒーとしてなんだけどここで言うとチムニーコーヒーとして今までは、まあ、SNS とかで届けたりとか渋谷で待ってるよみたいな待ってますみたいなで渋谷でに実際に足を運びに来てくださったりとかウェブ サイトで何かを買ってくれたりとか自分にこう表現してますよってこう届けてくれたりとかしていたのをえと今度は私たちの方から全国を回って届けに行くよっていうことをしたいっていうかまあそういうコンセプトでやっているからえとなのでえ私たちの方から回っていくためにえとまずはネットとかを使わないでえここでしか手に入らないよっていう。 えー、洋服を作ってます。やってます。って感じ。まっちゃん。女子と仲良くする方法は何ですかいっぱい話すっていっぱい話を聞くだね。いっぱい話を聞く。語彙力はないから。おいよいよいよいおいおい。だらさんですさん。ありがとうね。えてか林先生。わらわらわらどんなものができるか楽しみにしてて。遠出で。あせ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 。なんかち、ありがとうね。そのあ四47の都道府県は、えっ、ー、とね、半年間で。だから、毎週土日、えっ、ー、と、 行くとえ各都道府県一個一個行くと一二え一ヶ月で二市が八八都道府県でそれを六ヶ月行くと八六八四十八四十八都道府県ぐらいになるから四十七都道府県なんだ四十六四十七都道府県だっけ都道府県がわかんないよ何個あるかわかんないよわかんないけど大体半年ではまあるでしょ計算上はね <laughs> 頭が頭がそんな感じ。 47都府道府県のねで半年でこう回っていく感じかなイメージはねだからだけどあのねこれだけはちょっと先に言ってお,くき,おきたいことがあるんだけどマジでコロナのコロナのコロナの影響コロナの影響でコロナの影響でえっと中国がロックダウンになっていて生産ラインが結構ストップしているところが多くてえ本当にもう私たちじゃどうにもならないところでえっと 遅れがが出てているところがあってまあもちろんその作っていくのも前,出ししてあ前に前に前に早めに早めに作っているからもちろん遅れないように作っているんだけど本当にもうこれがハラハラして面白いんだけど <laughs> ちょっとそれはちゃんとつどつどつどみんなに話していくねもう候補だ確かにでもこれさ今までとやってること実は全く変わってないんだよねたまたまチムニーコーヒーっていう会社 で会社てかあのチムニコーヒーっていう箱の商品を、えー、私が「これめっちゃいいんだよね」って言っているからえっとそうめちゃくちゃ会社的っていうか私以外の商品を売っているからでも今までって実はそのフィットっていう会社で私が商品だから私がこの商品を広報してい,るいたと思うんだけど。 私私自身が私自身身がってていいう商品を候補していたと思うんだけど思いって何も変わっていなくてだってそれって私自身の思いが形になっているものがそのチムニーコーヒーのアパレルだからこれって何も変わっていなくてでそれを「めちゃめちゃいいから」みたいな「みんな!」みたいな感じで言ってるのって実は何にも変わってないの私の気持ちとしてはね。そうだからもう是非是非是非って感じ てお疲れさでした。ありがとうね、もうそろそろ終われね。<laughs> <今朝笑>えー、かあー、それもね、松地、もえー、地方限定アイテムも,も作るのかな。あの、やりたいよね,ね。後々ね、後々やりたいよね。いいね、それ、めちゃめちゃ面白い、えー。ひめちゃんに会ったら緊張するんだろうな。いや、私もきっと緊張する。<laughs> めっちゃ移動大変そう、確かに。あたふたしてるね。あ,ありがとうね、ふうちいつもありがとう。うまたね、ありがとね。チームメートルよりも早く全国まる、そうなの。 都道府県の数分かるし、汗汗 <laughs> ふちゃんお疲れ様って言ってるふうさんが、えっ、ー、と、抜ける後方大使。はっははっは。ってことで、そろそろ終わるね。ごめんね、みんな。サインも、もちろん、もちろん、もちろん。<laughs> もちろん書くよ。ぜひ来て。ってことで、ごめん、終わるね。ブログ書くね。ブログ書いて、ちゃんと送るね。送るお似合でね。コメントくれてる人もいつもありがとう。ってことで、そろそろわります。3人一で終わるよ。ああ 楽しかったー。私、ホルーもやるね。いつもありがとう。みんな、キョーもありがとうね。え、何 かしがいい,いい出会いでしたね本当にそう本当にそうありがとうきよさんえー、とハヤチューありがとうゴールデンウィーク最高しにありがとうねおみなさいとさんありがとうめちゃくちゃぐらい楽しみありがとうぐっちゃありがとうもう毎日来ていいよ全部来ていい全都道府県に来ていいよまセイラ氏お疲れ様ですリュウキお疲れ様ありがとう星ありがとうねマサチコお疲れ様です風学はありがとうねマサチをまたねおやすみなさいシャーサーありがとうリュウキありがとう鳥さんありがとうマサチをありがとうね風学またねありがとうきよさんお疲れ様ありがとう松島ありがとう <laughs> ありがとうねえと、ー、しありが あとまたねやすさんありがとうねいつもありがとうにりゅうくおも休みなさいしげにありがとうまたねマサエロちゃんお休みなさいふくくありがとうめざめちひめも大好きで本当に体に気をつけてねまたねエイティありがとうねありがとうにじろとおがれさんもいつもありがとうまたね達也くんまたねありがとう年始ありがとうねマサエロちゃんまたねありがとうエメちゃんもお休みなさいいつもありがとうグレイさんありがとうねバイバイ thank you バイバイメイチ結婚してくださいごめんなさい三二一またねじゃあねー